最低賃金。最低賃金とは、労働市場のセーフティーネットとして、最低限支払わなければならない賃金の加減額を、定め、使用者に強制する制度のこと。最賃とも略される。法律上は略称として定義されていないが、新聞記事の見出しや、労働組合等では用いられている。ナショナルミニマムの一つ。労働基本権に基づくもの。 多くの国では労働者の基本的な権利として広く適用されているが必ずしも全ての労働者に適用されるものではなく外国人労働者は対象外とするような特定の層に対して減額や適用除外が行われることがあるシンガポールのように清掃業と警備業増援業を除き最低賃金制度は存在せず賃金は労働力の需要と供給のバランスで 決定される国家もある。傾向としては、発展途上国やフランス語圏の国では、後半に最低賃金が適用されている。世界で初めて導入されたきっかけは、1890年にニュージーランドで起きた、公安労働葬儀である。この56日間にわたる葬儀は、ニュージーランドの社会に多大なる影響を与えた。しかしながら、当時としては、 法律のシステムでは解決できなかったため、その解決手段として、1894年にを制定されたのである。また、1907年のオーストラリアの連邦調停仲裁裁判所のヒギンズ判事による最低賃金の取り決め、後に基本賃金と呼ばれたものに関する判決があった。この裁判は、ビクトリア州の製造業者、マカイ・ヒュー・ビクター・マッケイが、 彼の会社が製造した農機具への1906年物品関税法の適用除外を求める請求を求めたものである。なぜなら公平かつ妥当な賃金を支払っていると認めない限り製造業者は物品税の形で関税を支払わねばならない旨を定めていたからである。その時担当した判事は企業の収益性より労働者保護の点に注目し、 請求を却下する判決を下した。後に、連邦最高裁から意見が出るが、彼の示した原則は最低、生活賃金リビングウェジへの強力な論拠として受け入れられていった。この判決が出る前、生活賃金の構想は存在していた。1776年に出版されたアダム・スミスの国富論では、最低でも家族を養うための十分な賃金が必要であり、 賃金上昇なくして、国の経済は発展しないことを述べており、生活賃金を支持するような考えが伺われる。出所、アダム・スミス、ウェルス・オブ・ネーションズ、i 三十六。しかし、その理論体系の成熟化は、二十世紀末から二十一世紀初頭に、かけての時期になってなされている。1894年、イギリスの経済資材エコノミック・ジャーナル、ボリューム四。 ナンバー14に、エイリビングウェイジ、生活賃金という名で論文が発表され、冒頭で、生活賃金を、労働者が、労働効率を最高の状態にし、市民権の義務を果たすために必要な余暇を提供するのに、十分な年間賃金総額である。として、明確に定義した。その後、イギリスの大ラ大臣だったは、生活賃金の立法化を試みようとしていた。 そして、アメリカの生活賃金運動の先駆者である氏は、1906年に、A-Living Wage, It's Eschial and Economic, Aspects という著書を出版し、経済学の視点から生活賃金の正当性を唱えた。ライアン氏はこの著書の中で、悲惨のない成人男性が、家族を十分に養える収入として、公平な賃金、Just Price を、 雇用主に求める権利があることを主張した。そして、最低賃金の方面では、1909年にイギリスで産業委員会法が制定され、1911年に低賃金業種で働く労働者に対して、強制的に賃金を決定する機関として、賃金委員会が設置された。翌年、アメリカ国内の州で初めて制定された。その州は、 マサチューセッツ州で女性及び若年者の労働保護を目的として制定された。さらに1915年にフランスで初めて医療関連の家内労働者を対象に最低賃金制度ができた。1928年6月16日には ILO によって ILO 条約の第26号が採択された。日本の場合は1947年 昭和22年に制定された労働基準法において行政官庁が最低賃金審議会の意見を聞いて最低賃金を定めることができるという旨の規定が置かれた。その後、1959年昭和34年に最低賃金法昭和34年4月15日法律137号によって最低賃金制度が導入された。 1970年6月22日には発展途上国を念頭に置いた ILO 条約の第131号が採択された。同時に135号も採択された。最低賃金法は第1条で、この法律は賃金の低廉な労働者について賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて労働者の生活の安定。 労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。と謳っている。最低賃金制度に関する ILO 条約も最低賃金率の適用や低賃金労働者に対する所得保障、労使療法参加による協議の内容となっており、この条約を批准している諸国ではほぼ共通ている。 しかし、目的は同じでも、国によって、最低賃金の改定や、決定の方法が異なっている。一般には4つに分かれており、ほとんどの国は、上記の3つの方式によって、運用されている。しかしながら、同じ国でも、業種や地域によって異なり、決定方式が並立している場合がある。以下は、大橋伊の、特集、最低賃金日本の最低賃金制度について、 欧米の実態と議論を踏まえてお転載した内容である。以下の状況では最低賃金の減額や適用除外が行われることがある。他には事業所人数が10人未満のところは除外、バングラデシュ、スーダン、ミャンマーなど農業は除外、カナダ、パキスタンなどといった国もある。減額と適用除外とでは減額とする国が一般的である。また、 かつては女性に対する減額も一般的に行われていた。若年者に対しては大多数の国が減額を適用していないが一部の国では企業の負担が軽減されることにより労働需要が生まれるとして減額制度を適用している。適用に際してどの程度減額するか何歳までを最低賃金の適用除外とするかは国によって異なる。一般的には 18歳、または17歳以下の労働者に5%から15%の間の率を減じた率を適用ている以下本文において、若年者に対する減額率は成人の最低賃金に対するもの。若年者最低賃金を設定している考え方としては、オランダを例に以下のものが挙げられる。なお、 オランダでは2004年5月に制定された法律により年齢差別を禁止しているが、若年者最低賃金に関しては例外として維持している。また、13歳及び14歳の労働について、労働時間法、圧の規定により、学校のない日に工業系の仕事でない軽微な仕事が認められている。ただし、学業を専念すべき年齢であるとの考えのもと、 最低賃金は適用外である。また、一部の業種では、若年者最低賃金が適用されない、または、減額率が小さくなってしまう年齢になると解雇をしてしまう問題があり、中央労働団体は、若年者最低賃金の撤廃と、一般最低賃金を18歳から適用することを求めている。その要求に応える形で、 一般最低賃金の適用年齢は23歳以上から21歳以上へと引き下げられている。また、オランダの隣国であるベルギー、ルクセンブルグの若年者への一般最低賃金の減額適用に対し、オランダの減額率は大きい。最低賃金法の雇用に対する影響のよし悪しは論争になっている。最低賃金に関する蓄積された諸研究の解釈をめぐって、 最低賃金が雇用に与える影響が不だという証拠はないという者もいば、最低賃金の研究についてコンセンサスはないと結論づける者も,もいる。元来、経済学者たちは伝統的な完全競争モデルに基づき、最低賃金法を厳しく批判してきた。一般に、経済学では雇用量と賃金は労働の需要量を、求人量と供給量の一致する点。 均衡賃金で決定するため、失業は存在しないとされている。最低賃金法は、社会保障の観点から、均衡賃金により低い場合は、それより高い水準に最低賃金を設定する。したがって、最低賃金を下回る労働生産性しか持たない、人は雇用機会を奪われ、失業が発生するとされている。所得格差を是正するはずの最低賃金が、 逆に格差を拡大させる可能性を生じさせるとされている。ミクロ経済理論の代表的なものの一つに最低賃金の存在がかえって低賃金労働者の構成を引き下げるという命題がある。企業の労働コストを引き上げ、労働需要を減少させる最低賃金制度は労働者の最低生活保障手段として有効なツールではないこと、労働市場の受給には直接介入せず、 低賃金労働者への生活保障は、地方的な政府からの所得移転によって行うべきであることの二つの基本命題は、1990年代以降、主流派経済学者間のコンセンサスであり続けている。しかし2013年現在、労働市場を完全競争だとみなすことの不備が、経済学者自身によって指摘されている。まず賃金の上昇は労働者に一生懸命働く。 インセンティブを与えるので、生産性が向上し、転職が抑止される。従って雇用者は、こうした効果を期待して、均衡水準より高い賃金を労働者に与える、傾向がある。ジョセフ・イース・ティグリッツは、最低賃金法による、賃金上昇は、こうした効果による、賃金上昇により相殺されるため、最低賃金法は予想していたほどの悪影響を、与えないかもしれないしている。 また、最低賃金法が長期的には雇用に良い影響を与えるという意見もある。最低賃金法は短期的には低賃金労働者によって成り立っていた産業を壊滅させるかもしれないが、結果としてそれは労働者への投資を増大させることにつながり、長期的には生産性を増大させる可能性があるからである。例えばスタンフォード大学の経済支であるゲイビンライトにいれば、 最低賃金法は南北戦争から大恐慌の頃までのアメリカ南部での低賃金の解消に決定的役割を演じアメリカ南部の労働市場をより高賃金の産業へとシフトさせる上でダイナミック役割を果たしたとしている別の指摘としては労働市場は完全競争ではなく需要独占である可能性があるというものがあるこのモデルによれば企業は その独占的立場を利用し、雇用の不当な縮小と賃金の不当な値下げを行うことができてしまう。最低賃金法は、こうした状況を改善するのに役立つとしている。さらに、短期的ではあるが、最低賃金の引上げが、右の図の WIM を超えない範囲においては、雇用が増加していく。ただし、長期的には、引上げによって人件費増加し、 利益が減少してしまうため、減少を理由に倒産する企業が出てくることが考えられ、その場合には雇用への減少圧力が働くことに注意する必要がある。また、高い水準の最低賃金はワーキングプアの問題をなくすという利点がある。高い最低賃金は、労働から得られる収入が、失業時に生活保護から得られる額よりも高いことを保障し、 結果的に失業者に職探しをさせるインセンティブをもたらすとされている。カリフォルニア大学アーバイン校のニューマーク教授と FRB のワッシャーは最低賃金が雇用へ与える影響を調べる上でに注意する必要があるとしている。特定最低賃金、産業別最低賃金については理論的には労働集約型産業に適用した場合には 労働者の構成が高まるという理論的な裏付けがあるが、現実の適用業種は支払い能力が高い業種、産業に適用されており、理論的裏付けとは関係していない。また、特定最低賃金には、その産業への新規参入への障壁となる効果もある。ため、その産業側の利益という意味合いもある。実証的には、最低賃金の雇用の縮小の効果が出るような、 大幅な最低賃金の上昇をした例がないため、雇用の縮小効果は小さく、高影響、悪影響を判断、確認できるような研究ができていい。1994年9月にアメリカンエコノミックレビューに掲載されたデイビッド・カードとアラン・クルーガーの論文は、ニュージャージー州とペンシルベニア州東部の410のファーストオードレストランを対象に最低賃金引上げによる 雇用の影響を調査したが、減少が見られなかった。ビル・クリントン政権であった1996年に、最低賃金が引き上げられた際に、失業率の上昇は見られず、低所得者層の給料が増加した。オーストラリアでは、トヨタ、フォード、ホールデンなどの撤退が相次いでおり、2017年には自動車の生産拠点がなくなるなど、 製造業全体が先細りして雇用が減少しているが、この原因として、経済成長で最低賃金が上昇し、国際的な競争力を失ったためとの意見がある。イギリスでは、1999年の全国最低賃金再導入後、最低賃金の引上げに対して、経済社会にプラスの影響を及ぼしている。なぜなら、全国最低賃金だけでなく、 税額控除や職業訓練などの他の政策も用いて低所得者対策をしたこと、引上げペースを経済状況に応じて調整したからである。その結果、最低賃金が1999年から2019年までの20年間の間に約2.3倍、1999年3.6ポンド、22歳以上、2019年8.21ポンド、 25歳以上、もの引上げが行われたにもかかわらず、その間の失業率は2008年のリーマンショックや、その後に深刻化した欧州債務危機を除いて減少している。また、1999年から2018年までの平均経済成長率名目は日本の0.9%を上回る1.9%と高い水準を維持してきている。逆に、 マイナスの影響を与えた例では、韓国が挙げられる。なぜなら、所得分配に偏った政策により、重い企業負担を敷いて、企業に経営改善の余地を与えなかったこと、2018年に経済事情を無視した引上げを行ったことからである。その結果、失業率の上昇という形で、実体経済を悪化させた。2019年1月の失業率は、 リーマンショックで記録した2010年1月の4.7%に迫る4.4%まで悪化した。また、デイビッド・アトキンソン氏によれば、最低賃金額が12%以上の引上げは危険な水準であるとされている。韓国の2018年の最低賃金引上げにおいても、その悪影響が上記のように指摘されている。 いくらかの経済学者は最低賃金に変わる制度を提案している。大竹文雄は賃金規制という強行手段で失業という歪みをもたらすのではなく、税、社会保障を用いた所得再配分政策で貧問題には対応するべきであると指摘している。また、川口大使によれば貧困対策の選択肢として給付付き税額控除である 勤労所得税額控除を提案しており、生活保護と比べて、就労意欲を促し、低賃金労働者の就業率を向上させる利点があるとしている。一方で、制度設計を慎重に行わないと、企業の賃上げが行わなくなり、かえって労働者の賃金を下げてしまう恐れがあること、そして対象を限定してしまうと、対象外の労働者の就労意欲がなくなってしまう。 欠点があることを指摘している。法と立法と自由を表したフリードリヒハイエクのように、労働市場への不介入の原則と法の支配による、個人の生存権の保護を両立させるために、ベーシックインカムを主張する計学者もいる。以下は、各国の法定最低賃金及びその推移である。なお、デフレート等物価変動の調整は行われていない。 EU でも加盟国間における最低水準の格差が指摘されている。GDP の場合、2006年1月時点、約11.7倍、最高、月額1503ユーロ最低、月額129ユーロ。2009年1月時点、約13.3倍、最高、月額1642ユーロ最低、月額123ユーロ。 2019年2月時点、約7.2倍、最高、月額2071.1ユーロ最低、月額286.33ユーロ。購買力陛下で換算した場合、2006年1月時点、約5.9倍、最高、月額1417ユーロ最低、月額240ユーロ。2009年1月時点、約5.9倍、最高、 月額1413ユーロ最低、月額240ユーロ。2019年1月時点、約2.7倍、最高、月給1588.36ユーロ最低、月給578.98ユーロ。フルタイム労働者賃金に対する法定、最低賃金の比率、EU、中央賃金の場合、2017年時点最高。 0.618、最低、0.402。平均賃金の場合、2017年時点最高、0.499、最低、0.328。OECD 加盟国間内の実質最低賃金、格差、ドル換算 GDP、2018年、実質為替レートの場合。2000年、124.7倍、最高。 時給12.09ドル最低、時給0.249ドル。2010年、約26.8倍、最高、時給13.15ドル最低、時給0.249ドル。2018年、約24.4倍、最高、時給13.9ドル最低、時給0.57ドル。購買力陛下、2018年で換算した場合、 2000年、約11.7倍、最高、時給10.55ドル最低、時給0.9ドル。2010年、約12.4倍、最高、時給11.29ドル最低、時給0.91ドル。2018年、約11.6倍、最高、時給12.14ドル最低、時給1.05ドル。EU と OECD の加盟国間隔差の 最低賃金の最高額の国が異なるが、これは EU は EU 統計局の統計の原データから OECD は OECD の統計をそれぞれ異なる機関から引用しているためである。メキシコの最低賃金は2019年1月時点で月給3080.4ペソ、約160.9ドル。北部国境地域は月給5301.6ペソ。 約二百七十六点八ドルである。二千十八年は地域関係なく月給二千六百五十点八ペソであり、二千十九年は二千十八年に比べて約一点一六倍である。フルタイム労働者賃金に対する法定、最低賃金の比率 OECD、中央賃金の場合、二千十八年時点最高零点七一。 月給2020.90リラ、2019年1月、現在最低、0.33。平均賃金の場合、2018年時点最高、0.52、最低、0.23。一人当たり GDP に対する法定、最低賃金の比率、地下経済並びに失業率の調整あり、最高、2.511。 平均最低月給 28000CFA フラン公務員、月給 26000CFA フラン農業労働者、月給 8500CFA フラン2018年時点。最低0.003。最貧国の一部では GDP が比較的低いため、最低賃金の比率が高くなることがあることに留意する。また、最低賃金制度や、 団体交渉に基づく産業別労働協約などで規定された最低賃金が入りされなかったり特定分野にしか適用されていないため比率が0となっている国カンボジア、シンガポール、ドンガ等は除く楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。